女性歯科医開業セミナーその1、えー、こんにちは、えー、福呂歯科医の袋と申します、えー、群馬県の前橋市というところで開業している、えー、歯科医です、えー、皆さん私のことをまだ知らない方もいらっしゃると思うので、えー、とりあえず初めに、えー、自分のあのー、プロフィールをちょっと説明しておこうと思います 東京歯科大学っていう大学とかを卒業しておりまして、大学院も同じく東京歯科大学。そして、今現在もシナリオ法学の講師などをさせていただいています。袋歯科院という方はですね、あの、今年で112年目になります。明治36年開業で、私4代目の歯医者さんをやっている、えー、まあ、いまだに現役の歯科医です。ただ この1年ぐらいでかなり当院のシステムも改造しまして私自身は今はあまりこう多くの患者さんは見ないというか、まあ、インプラントを中心に患者さんを拝見してるんですけどだいたい1日4、5人ぐらいまで患者さんの見る数を減らしてきていますのでそういった面ではその時間を使ってこういった形の違う活動を始めています、まあ、簡単に言えば歯医者さんのコンサルティング その中で、えー、私が特にフォーカスしているのは女性司会の開業という部分です、えーまあ、簡単に言えば女性の歯科医っていうのは今はまだ、えー、就職にあぶれることっていうのはあまりありませんただ、えー、今卒業生の約40%が女性という世の中になってきていますので一旦女性が、えー、結婚 子育て等の、まあ、いわゆるこうキャリアを断つという行為をされると、えー、その間に戻ってこれなくなるというのが、えー、今後の、えーまあ、姿としてありうるんじゃないかというのが、えー、僕の主な訴えなんです。えー、それをまあ考えてこういった形で女性ってじゃあ,まあどうしたらいいのか。 私が考えているのは女性だけで開業するというのはどうかというのを、えー、皆さんにお伝えしていこうと思っています、えー、その面で、えー、今日から数回にわたって女性歯科医の開業数回なのかなまあ多分もしかしたら100回以上になると思うんですけど女性歯科医の開業っていうのを考えたセミナーっていうのをこうした YouTube の形でお届けしようと思っていますので、えー、ごこうご期待いただければと思っています それでは、えー、そうですね、1つだけお知らせを伝えていこうと思います。5月の24日ですね、今月なんですけど、5月の24日に神田でセミナーをやります。もうあの参加者もある程度来ていただいてるんですけど、まだまだ、えー、来ていただける余裕がございますので、えー、もし、えー、私の話がちょっとでも面白いと思った方がいらしたら、ぜひ、そのセミナーに参加していただけたら嬉しいと思っています。 セミナーについての案内についても、えー、この、あのー、そうですね、下のところに書いてあると思いますので、ぜひ読んでみてください。以上です。